北海道新幹線が開通し、函館市からおよそ2時間で結ばれた青森県弘前市。春の桜、夏の祭り、秋のリンゴ紅葉、冬の雪温泉など、四季折々の表情を楽しめる町です。まずは弘前市のシンボル、弘前城を見に行きます。石垣の上に立つ弘前城は400年以上の歴史があり、国の重要文化財にも指定されています。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。はい。弘前市役所の仁さんに案内していただきます。実は今弘前城にある異変が起きているそうで。もうすぐ見えてきました。はい、そうですね、もうちょっと行くと、見えますので、その現象が。そうなんですね。はい。あれ、でもいつもあるとこってここじゃないんですか。そうですね、実は一番手前に立ったんですが、そのもう少し奥をご覧ください。あ、本当だ、奥にあった。なんと石垣の上にあるはずのお城が奥に移動しているんです。本来はこちらの石垣にあるんですよね。そうですね、はい、でも今はこっちにあるんだ。これ直線距離にして約70メーター移動しております。70メートルも、はい、でもあそこからここまでどうやって移動させたんですか。この城解体せずにそこまで移動させました。解体せずに、はい、そのまま。はい。弘前城は現在土台となる石垣の部分を100年ぶりに修理しています。その際に使われたのが引き屋と呼ばれる建物を解体せずに移動する特殊な技術。日本古来より伝わるこの技術を使い、重さ400トンもあるお城をおよそ2ヶ月かけて移動させました。天気がいいと、お城の左側に岩木山が見えて、お城と岩木山、そういう光景が楽しむことができます。これはちょっと今絶対見なきゃいけないですね。本当にぜひ皆さん来ていただきたいと思っております。今しか見られない弘前城をぜひ見に来てください。続いて街中を散策します。あー、なんだろうこれ、ちょっと形が面白いですよね。津軽藩ねぷた村。こちらは弘前市の伝統文化を伝える観光施設です。係員の檜山さんが案内してくださいます。すごい。ここは、ここはですね、弘前の夏祭りであるねぷた、これをこう展示しているねぷたの館というところになります。毎年8月1日から7日まで開催される弘前ねぷた祭り。期間中はおよそ80台もの勇壮な山車が町を練り歩き、1週間で160万人もの観光客が訪れます。それではですね、ここでこのお祭りの、お囃子、はい、弘前ねぷた囃子、これをちょっと演奏してみたいと思いますので、はい、ぜひお聴きいただければと。はい。すごいでしょう。ねぷた囃子は誰でも演奏体験をすることができます。曲がっているお腹の部分を太鼓の真ん中にピタッてくっつけてくる。曲がっているお腹の部分をここ、はい、そうですね、もうね、全体をくっつけてね。どうぞ。よし、いきます。おお、いいですよ、いいですよ。ちょっと空気まで振動しますよ。これ間違ってもいいので思い切りいきましょう。わかりました。せーの。でしたね。本当ですか。思い切ってっていうかアドバイスがすごく心に響きましたね。すごく上手で、本当にここでアルバイトできます。本当ですか。雇ってください。他にもねぷた村では弘前に伝わる様々な伝統工芸品を土産物として購入することができます。
中でも祭りの時に子どもたちが持ち歩く金魚ねぷたの制作体験は旅の記念におすすめです。さらにこちらでは青森の伝統芸能津軽三味線の生演奏を毎日聞くことができます。ぜひ皆さんも訪れてみてください。続いて今弘前で大人気の美味しいものを食べに行きます。ここです、ここです。お腹が空いてきたのでご飯食べましょう。お店は一見するとカフェのようにも見えますが、実は日本人の大好きなラーメンを食べられるお店なんです。弘前のラーメンは煮干しから取るスープが特徴です。こちらのお店ではそこに鶏ガラから取るスープを加えます。お店特製の麺を入れ、ネギやチャーシューなどの具材を乗せたら完成です。お待たせいたしました。わー、美味しそうですね。鶏の肉団子と半熟の煮卵も乗っています。まずはスープから。あー、すごいさっぱりしてますね。はい、なるべく女性の方に食べていただきたいので、まあ、極力油を取るようにしてますね。うん、うん、鶏のスープのコクもありますし、煮干し出汁の深み、この2つがもう合わさったらこんなに美味しいんですね。ありがとうございます。いや、これは驚きだな。ぜひ食べに来てください。ごちそうさまでした。弘前市内から車で30分、青森県で一番高い山岩木山にはぜひ訪れてほしいパワースポットがあります。あ、ここか、岩木山神社です。1200年以上の歴史があると言われる神社。弘前一のパワースポットとして多くの観光客が訪れます。お賽銭を入れたいんですけど、ここかな。ちょっと開けてみますね。お賽銭箱に蓋がついてるんですね。雪が入り込まないよう蓋がしてあるのは雪国ならでは。早速お参りします。今回泊まる宿は神社から歩いて10分ほどの場所にあります。こちらです、林の中にあります岩木荘さん。あー、素敵な雰囲気ですね。1964年創業の温泉宿、早速お部屋まで案内していただきます。こちらの部屋になります。あ、ここですか。お邪魔します。わー、わー、すごい、かわいいベッド。そして広い。こちら見てください、和室があります。日本の文化を体感することができる畳式の部屋、さらには部屋にいながらにして天然温泉を楽しむこともできるんです。宿でのお食事も楽しみの一つです。本当にいろんな料理がありますね。青森の海の幸や山の幸、旬の食材を使った華やかな料理の数々。わー、美味しそう。
いわき高原豚のせいろ蒸しです。これをポン酢につけて、もうしっかり油が乗ってますね、はい、これは美味しい。旬のマグロをスモークし、バルサミコ酢のソースでいただく一品。すごい燻製の香りが、リンゴのバルサミコ酢もさっぱりしてて美味しいです。本当に青森って美味しいものたくさんありますね、はい、たくさんの方に来ていただきたいです。大満足です。ごちそうさまでした。弘前市は江戸時代から西洋の文化をいち早く取り入れた町でもあります。明治期から大正期にかけ多くの洋風建築物が建てられ、現存している建築物の中には一般に公開されているものもあります。中でもこちらは弘前市出身の実業家により別荘として1919年に築かれた建物。国の有形文化財にも選ばれ、当時の面影をそのまま残しています。こっちはお茶ができるのかな、カフェになってるんですね。館内のテラス席は現在喫茶室として利用されています。美しい庭園を眺めながらのカフェタイムが楽しめます。お待たせいたしました。こちらが弘前市内のお菓子屋さんからお取り寄せしたアップルパイになります。え、はい、お取り寄せ、はい、何ですか。弘前市はリンゴの生産量が日本一、リンゴの町としても有名なんです。こちらの喫茶室では弘前市内の洋菓子店などで作られた数種類のアップルパイをいただくことができます。バターとシナモンの香りが豊かなアップルパイや、柔らかく煮込んだリンゴとサクサクのパイ生地が特徴のものなど、中でも人気なのは弘前にあるリンゴ農園が作ったこちら。あ、サクって音がしますね。うわー、うっすらピンク、かわいい色合いですね。中のリンゴがとってもジューシーです。酸味もあって美味しい。こうやって弘前を感じながら、はい、弘前のアップルパイを食べる、パイを、素敵な空間ですね、はい、とてもリラックスできる落ち着いた空間です。弘前は食文化においても西洋の影響を受けています。市内にはフランス料理のお店が多くあるのも特徴です。あったあった、ここですね、レストラン山崎。あ、どうもいらっしゃいませ。こんにちは。行きの中はありがとうございます。ありがとうございます。本格的なフランス料理が味わえる人気のレストラン。オーナーシェフ山崎さんの味を求め、海外からもお客さんが訪れます。どんなお料理いただけるんですか。リンゴを無農薬、無肥料、無除草剤で作った方がいまして、まあ、俗に奇跡のリンゴって言われておりまして。これですか。そうですね、そちらの方のリンゴをいただいて、料理を作っております。2013年に日本で映画化され大ヒットした奇跡のリンゴ。主人公の木村明憲さんは農薬や化学肥料を使わないリンゴの栽培法を世界で初めて確立しました。こちらでは奇跡のリンゴを使った料理をいただくことができます。こちらがリンゴを使ったスープでございます。へー、きれい、優しい色合いですね。上についているのは何ですか。リンゴの皮と種と芯とパウダーにしたものでございます。え、そうするとこれが全部1個のリンゴ丸ごとなんですね。すごい。わー、おいしい。こちらは何が入ってるんですか。これはですね、果肉、生クリーム、塩、若干のシナモンとリンゴのリキュールをちょっとだけ入れます。そのくらいしか入ってないんです。僕はそのバランスを取ってるだけで、全体が優しくまろやかなお味になってますね、はい、
メインディッシュは自然放牧で育てられた地元産熟成豚のソテーに奇跡のリンゴのソースをたっぷりかけた一品。わあ、いただきます。柔らかい、うん、リンゴのフルーティーな感じと、この甘酸っぱさ、そう、相性いいんですよ。脂が乗ったお肉に合いますね。本当にベストマッチですね。ベストマッチです、はい、うん、弘前の完熟リンゴだけで作るスパークリングワインシードルも相性抜群です。あ、炭酸とともに立ち上ってくる、はい、ほのかな香り、はい、リンゴですね。これリンゴですね。爽やかなお酒、これはもうお料理に合いますね。合いますね。弘前のリンゴの美味しさがたっぷり詰まったフレンチ、皆さんもぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。四季折々で楽しめる自然の美しさ、そして美味しいグルメの数々、魅力満載の青森県弘前市にぜひ皆さんも訪れてみてください。